風は冷たさを感じさせますが、爽やかな GC 日和となっております。気温が14度、湿度が 59%。 いよいよ今年の富士グランチャンピオンシリーズの最終第4戦、富士マスターズ250キロレースのスタートです。ポールポジションが星野和義です。 GC 初の20秒台を突破する1分19秒77。燃料給油のタイミングもあるでしょうけども、はい、まあ、競歩で予想の難しいレースはないんじゃないですか。そうですか、はい、それと GC が始まってのね、一定差というポイントですからね、非常に白熱したレースが、なるんじゃないでしょうか、はい、さあレースはトップ松本、星野、中島、そしてリースの第4位エアピンです。萩原が第5位、その後アドバンテージですが、これは高橋健二でしょうか。レイエルジも前の方に上がってまいりました。ニューコーナー星野のこの第2位、今の位置はこれどうなんでしょうね。まあ、詰まってやりました、彼は出たいでしょうけどね、まあ、松本はどちらかというと、まあ、前を見ながらね、はい、ついていくっていうタイプの選手なんですけども、星野が出遅れたために松本が前に出ちゃいましたね、これがどういうふうに展開するかですね、はい、グランドスタンド前を通過、松本、星野、中島、その後レイエルジが上がってきています。エルジはリースの後ろですが、リース、それで萩原、高橋健二、エルジュ、そしてその後和田がついています。赤いマシンは清水正智、100アロに向かうところ。まあ第3戦では実に2年半ぶりのね、はい、優勝した松本、まあこのトップ3台の争いになるんじゃないでしょうか、しかも3台で最後の最後までね、はい、白熱したレースをやってもらいたいと思いますね、はいはい、まあ一応エルジもそれから長谷美も萩原もチャンピオンの権利はあります。そうですね、この辺の2位グループがどんな形で追い上げるか、これも大変注目です。まあ、どちらにしてもこの最終戦で守りのチャンピオンはないですからね、とにかく前に出なくちゃ勝てませんので、はい、面白いレース展開になるんじゃないでしょうか、はい、2周目ニューコーナーです。松本、星野、中島、上位3台変わりません。その後はリース、萩原、高橋健二、エルジュ、和田、高橋邦光、そして赤いマシンは鈴木あぐりです。最終コーナーに向かうところ、まあ、全部マシンが全く同じとなりますと、ドライバーのこの時の精神状態でということになりますけど、まあ、このトップの3台はね、非常に、今精神状態が安定してますからね、はい、いいレースになると思いますね。そうですか、昨日の予選結果は偶然にも年齢順の予選結果なんですね。あ、なるほど星野が38歳、松本36歳、はい、中島が32歳、はい、もうみんな脂の乗り切ってる年齢ですからね、2位が星野、そして今中島ですが第3位です。レースは序盤戦、松本が飛ばしています。前回のレースでは星野がトップを走っていましたが、16周目にエンジントラブルでリタイア、しかし星野はその後世界耐久選手権日本大会で ね、雨の中よく走りました、まあ、これ星野はやっぱり前に出たいでしょうね、うん、でやっぱり今までの彼のレース展開のように、頭を取って、はい、ときたい気持ちありますからね、はい、なんとか前に出ようとしますが、星野の前で後ろも見てなくちゃいけないです今ね、中島がどんどん突っ込んできますからね、だから前も後ろも見てなくちゃいけない、非常に、難しい立場にいますね。松本、星野、中島、最終コーナーです。今日は約4万人のお客さんが入っています。富士スピードウェイグランドスタンド前、松本会長です。まあ、
松本も後ろが気になるんですよ。ご覧のようにね、右側をチラッチラッと見てますでしょ、はい、後ろの星野がどっちから来るかをストレートでずっと測ってるわけですね。それで1コーナーで刺されないように早め早めにブロックしてる走り方をしてるわけですね、しかし序盤戦本当に予想通りこの3強の争いになりましたね、はい。まあ、この3台が行きますね。ちょっと4位からは差が開くと思いますね。あの3台手加減することはないですからね、もうどんどん行きますよ、はい。これが後続グループですが、今4位はヤマハのリースなんですが、リースもなかなか頑張ってるんじゃないですか、頑張ってますね、レースは序盤戦です。トップ松本、2位が星野、3位が中島です。この放送は静岡県御殿場の富士スピードウェイから富士グランチャンピオンシリーズの最終戦富士マスターズ250キロレースの模様をお送りしています。スパナを握るところからスポーツは始まっている。コーナーの E が 340E が新登場。ブリッジストーン同じ 2.2 リットルでこんなに小さくなって、中栓もパイプもないタイガーの沸騰ポット、なんとお湯が美味しいタイガー沸騰ジャックポット、どっしりミニ新登場。太田めぐみちゃん、スライスチーズは折り紙じゃありません。元気往来いただきますの形。スライスチーズは雪印。もうハイグレードはいらない。バックコーティングしたスタンダードビデオカセット、スコッチイージー。これが元祖？いつも新技術の三菱、これで同じ 1.8 リットル。くっそー、ほんとー、スリムな三菱マイコンジャー炊飯器。俺カニドジンマル、新しいカニの美味しさシーディッシュ日水から。太陽が体の中に沈みました。ビクターのビデオテープ、ダイナレック。今グランドスタンド前から第一コーナーに向かうところ、トップが松本、2位が星野、3位中島、変わりません。15周目に入っています。第1コーナーから今 260R から 100R に向かうところ、松本が画前他の2台を引き離し始めています。星野が第2位、第3位が中島です。ちょっと間が空きましたね、はい。少し空きますとね、後ろのことを気にせずに自分のレコードラインを走ることができるんですよ、そうするとどん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 タイムが上がっていくわけですね。混戦してるときはどうしても前と後ろを見ながら走ってますから、レコードラインが通れないわけですね、はい。ですからタイムが少し落ちていく。で、少し離れればレコードラインが通れますから、どんどん離れていくわけですね、はい。まあ、前回もそうでしたが、周回遅れのマシンを抜くのに松本選手ね、はい、手こずってましたけども、そろそろかなりね、その遅れのマシンが出始めてます。そうですね、今もう前につく。レースは16周目に入っておりますが、トップは相変わらず3台ですが、おっとここで星野がかわしました。アウトからね、出しました。2位松本です。いやー、ここで16周目トップに立ちました星野。今はね、はい、最終コーナーで松本が周回遅れ詰まりましたね、あの間に星野が間を詰めた。でスリップストリームで十分力を蓄えてフッと出たと、あれが抜いたコツなんですね今の。しかしその一瞬の相手のミスというか、そういったところをついたという、もうドライバーの技量、それから車の技量も同じぐらいですからね、はい。なんとかそのスリップストリームで仮面を作ってからフッと前へ出ると、こういう抜き方しか今ないわけですね、はい。星野、松本、そして中島です。まあ、星野はこのレースに勝ってチャンピオンになりますと2年連続史上初の4回目のチャンピオン、はい。松本は2年ぶり2回目、そして中島悟は1979年以来の2回目のチャンピオンで、
しかも今年は全日本の F2、そうですね、鈴鹿 F2 立ってますから、三冠王になるわけですね。見てみましょう。はい、その瞬間です。8番が松本、それをラッカラーの星野が、もうこの状態では松本はもうどういうことしても防げないんですね、もうあそこまで前に出られたら防ぎようがないですから、はい、ですからあそこまでのプロセスが大事なわけですよ。なるほどね、はいはい、これで星野は話にかかりますよ。はい、さあ星野がトップに立ちまして、やっぱりちょっとリードが広がったようですね。多分星野はもう話にかかると思いますよ。はい、まあこの辺りは日本一速い男というね、面目にかけても星野としては考えていくでしょう。おっと、このマシンは萩原ではないでしょうか。これは新しいコーナーのニューコーナーのところですが、ちょっとリアからなんで分かりかねますが。